か出てこないな。なんかこう取られると、そうそう、喋っちゃいけないと。いや今日も釣れるといいね。今日はメバル、デカメバル。いやめっちゃうまいですからねメバル。あ、煮付けにしたらめっちゃうまかったっすよ。いいな、食いてえな。釣り場に到着しました。今回はねこれ使います。生後用のフックにアシストフックをつけました。前回ね結構バラしちゃったんで、これでね、結構釣果が変わってくると思います。結構流れ早い。めっちゃ早いです。生後だな。あ、よっしゃ。でもアシスト服ちゃんとつけたかな。25センチぐらいの生後ですね。アシスト服の方にかかってました。1匹目です。なんだこれ、なんか引っかかっ、あ、かかってる、すげえ引くんだけど、あ、成功。すげえ、え、マジか。いや、当たり分かんなかった、風で。え、結構大きくないですか。いや、生後2匹目です。こいつはちょっとちっちゃいかな、20センチちょっとぐらいです。2匹目、また来たよ。また生後だな。また生後です。20ぐらいです。ちっちゃいです。3匹目、また来た。いやー変わんねんじゃねえかな。あ、さっきのよりでかいと思う。また生後です。こいつはね30超えてますね。結構引きました。4匹目です。
来た。やばれるぜ。こいつは25とかその辺ですね。ちっちゃいで、いや入れ食いですよ、入れ食い。全然投げれない。パスカちゃん。ああ、そのぐらいの根性がないと。こいつは20後半ですね。30にちょっと達しないぐらい、結構引きました。あー抜けた。あー、かかってる、かかってる、かかってる。ああ、浅かった。こいつはギリギリ30いってるかぐらいですね。いや、もう何匹釣ったかわかんないですよ。来た？来ました。あ、切れてるよ。え、切れてます？ああ、あ、切れてない。あ、切れてなかったです。あ、バラした。バラした。バラしました。来てるよ。うわ、ビヨーン、ちっちゃい。こいつちっちゃいですね。25ないです。かわいいサイズで。結構引くよ。いや、結構走るなこれ。こいつはね、26センチでした。結構ね、いい引きをしましたよ。いつもさ、日進月歩だからどんどんいいの出てくる。お、来た。手前手前。20センチちょいです。結構暴れました。お、来た。結構遠くでしょう。あ、抜けた。バラした。初バラシですか。魚影が見えてからバラしたのは初めて。
よし来た。20後半の生後です。日暮しくんがね、ようやく1匹釣り上げました。これでなんかこのメガバスのなんだっけ、ロソだっけ、これも覚えてない、なんだかってやつ、アスカカラーで、アスカカラーでやっと釣り上げたといやー嬉しい次はね、ちょっとこのラパラのカウントダウンを投げてみたいと思います。この時期釣れるのか分かんないですけど、カウントダウンの9かな。シーバスはさ、ミノーで釣るもんだと思ってたんだけど、最近ワームとかで釣るのも流行ってるらしいよ。うん、俺このラッパラのカウントダウンでしか釣ったことないんだよ。お、来た。あ、抜けた。うん、今日はやる気があるみたい。お、あ、危ねえ。やっぱちっちゃいな。ダメだなこのルアージア。ラパラのカウントダウン3回当たりがあったんだけど、ちっちゃくてね、あんまり乗らなかったですね。釣ることはできず。で次はこのね、メタルジグ投げます。なんだっけこれ、ギャロップじゃねえ、ジグパラだ。の 20g。ちっちゃかったねダメだこれ。メタルジグなんですけど、ちっちゃいやつがねコツコツ噛みついてくるんですけど、うまく乗らないです。やめます。次はねこのワームを使います。エコギアのメバル職人。色がね、パールグロー。これでね、目指せ尺メバルですよ。頑張ります。あ、もう当たり来たよただこれ結構でかいくないな。結構引いた。25センチぐらいですね。いやー、メバルじゃなくて生後でした。ここでね、残念なお知らせが。アクションカムのねバッテリーがもう切れるんで、ここからはね釣れた時だけ報告します。また生後です。何匹目だかちょっと分かんないです。26センチです。また生後です。いや、メバルはいつになったら釣れるんでしょうか。ちょっとね、釣れない時間帯になりました。当たりがなくなりましたね。で寒いんでこれ食べてます。こだわりのバタピーこれね食べるとあったかくなるんですよ。ちょっとね場所移動をします。あそこもう全然釣れなくなっちゃいましたよ。
あ、氷が落ちてる。さっきまでね、結構ね釣り人がいたんですけど、ぱったりといなくなっちゃいました。いやちょっとね、場所移動したんだけど立ち入り禁止の場所ばっかりで、遥かな潮がめちゃくちゃ引いちゃってるんですよね。元の場所戻ります。しばらく粘ったんですけど、ダメですね、釣れません。でも時間が11時、夜の11時なんでね、ちょっとあとね、ものすごく寒いです。これで切り上げて帰ります。あの目標のね、シャクメバルは釣れなかったんですけど、それなりにね、セイホは釣れたんで楽しかったです。そんな感じでね、今回の動画はこれで終わりです。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。さようなら。